ぐらい寝てるんだけど20時にこんばんは。また寝ちゃった。カフィオレくんハートありがとう。シクハンド好きなありがとう。朝まで寝てもよかったなんて。耳生えました、おかげさまで。こんばんは。これが止まってるのかな。こんばんは。猫にゃん、猫にゃん、猫にゃん。半年記念でもね、また探してた。お、なんかみんな新しいアバター。ふうふうふう。しげろくん、だるまさんありがとう。なんだいすけありがとう。ハートもありがとう。お昼も配信見たけどやっぱり可愛いだって。ありがとう、ハンドシメントありがとう。かわいいね、ほんとに嬉しい。てっちょこんばんは。昼はね番組参りたいけど夜はストレートで勉強。いってらっしゃい猫にゃん。こんばんは。昼はねちょっと大人っぽいって言われたんだけどな。あれれれれあれれのれ。ウェルビーコーデのガチフロントかっこよかったよ。やったー、ウレピー、こんばんは。約束通り画像作り見ました。嬉しかった。恵方巻きの写真が見に行きました。いやなん大好き、ありがとう。確かにヒロ大人だった。うん、なんでだろう。こんばんは。おっちゅおっちゅ、いなの大好きありがとう。ピヨピヨラ、カピオレくんハートのたくさんありがとう。フーワがユナくん交通してなく無臭ってどういうこと。洗剤の香り。こんにちは。みんな香水つけてる女子のが好き。夜は猫にゃんになってるからです。にゃんにゃん。無臭は草。無臭じゃないよ、いい香りだよ。なく
トムさん、ハートのクローバーありがとう。名前変えた。カレーシュ？カレーシュってそう書くんや。なんとなくカレーシュって言葉は知ってたけどさ、その漢字での初めて知った。なんかカタカナでカレーと思ってたわ、勉強勉強。こんばんは。かわいい。そう、カレーの方おい、ふわりもアンジュの匂いが好きらしいなって。ゆなくんは？やめてやめて、カレーシュート何シュなんて。またレベルし、イナニャはまたレベルアップしたのだ。タラッタダン。あ、宇宙しよう。花束たくさんありがとう。宇宙しよう、ポテチ、ポテポテチ、ありがとう花束。ショロ？かわいい、Thank you。 くまきょ誕生日？ Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear Dora Panda、 Happy birthday to you、素敵な一年にしてね、おめでとう。パチパチパチ。カビオレくん、ハートありがとう。嫌な、毎回言うで上がる。よくわかるねいつもママが言ったらね、ハモってくれるの。ママ普通に「ハッピーバースデートゥーユー」って言うか、変なまま「トゥーユー」って言ってあ、ユナがハモってるんか。だからいつもキレくなる私は誰だと思ってるんですか。さすがっす。大人になるのはどこへ。大人になるのがよかった。こんばんは、いいね、こんばんは。ゆうなってん、なにこれ。NLB48 の、これタワーか。うわー、初めて見た。ありがとう、ゆうなてん、びっくりしちゃったよ。こんばんは。ありがとう、ゆうなてん。お祝いありがとう。タワーが立った。
わ、かっこいい束やな、NNB48 って言ったの。ちゃん、だるまさんありがとう、おめでとう、ありがとう。おめでたい。多分初めて見た、すごいって。それな、めっちゃ NNB のタワー食べちゃおう。あ、こうやって配信の人によって食べる場所、置いてある場所違うんかな。1周年倍投げるしかないですねって言うなって、ありがとう。今日さ、あの服も人によって違うか、ポジション変わって迷惑感なかった、練習大変でなかったって。練習、うーん、全然大変でなかったよ、楽しいよかった。今日食べや、食べ、タワー食べる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 、タワー食べたらいいでしょ。めっちゃ無返事したので読んでね、読みます。今日ピンクの服とこの猫ちゃん、ピンクに合わせてピンクメイクしたらよかった。昨日かウィルビーアイドルの時にミサトスくんがメイクさんとピンクメイクの話をしてて、ミサトス大人だと思って。いやな、ウェイ、ピンクメイク、どんなんするの？ピンクメイク中二のくせにいてくれてかわいい、愛おしなもんですよね。シナモン、ピンクのシャドウ塗りたく、さすが、さすが分かってるね、おしゃれさん。上に来たタイさん、なんだ、好き、ありがとう。なくん、こんばんは。こっちの目だけキラキラしてる。こんばんは。あ、15分経過して180日、涙袋ピンクのキラキラ。今日はね、ゴールドにしましたけど、ちょっと取れちゃったかもしれない。ももね先輩みたいにお地蔵メイクする。ももねさんもめっちゃんこかわいい。なんかキラキラ。カフェオレくん、ハートありがとう。毎日配信ハートしたし、おめでとう、ありがとうございます。ゴールドいいよね、上品。そう、そのメイク道具を早く捨てたくてそれ使ってる
今ゆなくんちょっと待ってね、持ってくるわ持ってくるわ。このケイトさんのこのやつ使ったっけ、なぜかなんかお前のシール貼ってるんだけど。おかえり、ただいま。塩月さんで、ありがとう。ゆなちゃん好き。あー、おひさじゃん。できた。涙袋だけ。わかる？ぬりぬりぬり。みなさんこんばんは。めっちゃかわいい。ありがとう。ビョン。スターさんありがとう。見込みに釣られてきましてありがとうね。じゃあ次の日は31日月曜日から大阪魂公演かな。楽しみ。早くねこのやつを使いたいの。このアイシャドウパレットちょっとだけ使ってるけど、ね、おもうこのジルちゃん、かわいいでしょ。タイさん、やなん大好き、ありがとう。こんばんは。もう寝ちゃうの、おやすみ。オレンジ味のあるブラウン、そうそうそう、あれ、そうそうそう、ジルキラキラしてて可愛いけどシモいこついちゃう。あーわかる。リップはね、リップはこのあかりんさんのリップとスリーシーのこの2つをセットにして完璧パンプキンだよ。仕事終わって今から電車乗って帰るとこ、お疲れ様。おやすみなさい。チル欲しいんか。ロマンだね。完璧パンプキンか。トモさん、タコさん、チューチュー太郎、チュー太郎、たくさんありがとう。こんばんは、半年記念日おめでとう、ありがとうね。カフィオーレくん、ハートありがとう。
うれしいナッパ、うれしいナッパ、うれしいナッパ、うれしいアッパ、うれしいナッパ。ショーラム半年おめでとうがツイッターに初日のスクショ載せて、お初日の時の思い出すな、7期同時にバーってやって、えへへ、こんばんは。今つけてる大学1年生っていう、いない、ここにおった。全然すごくないです。皆さん見に来てくれて嬉しいからよな。ちゃんちゃん、だるまさんありがとう。去年お皿洗いながら見てた。家庭的で良い良い。ちょっと髪の毛まだ半乾きだ。もう今日はもう先にお風呂入ったのでもう寝るだけです。ゆな、あと半年も経ったら8期生の募集が始まるかも。本当に配信初期懐かしい。ゆきくん、だるまさんありがとう。ふう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 。ゆなくんはいろいろ計画を考えています。ゆな計画。いや、ゆきくんハートありがとう。ピュアラ以外にもって。ゆきくんハートありがとう。これからの目標は可愛くなって、もっともっとパフォーマンス力上げて、もっともっとアイドル早川ゆなとして高めていくこと。よしきんハートありがとう。ゆなくんの愛心見始めて3ヶ月前ぐらいから、なんか初日から見たか、全然今からでももう初日だよ。ずっと見てくれててありがとう。ひかしくんハートありがとう。東くんもハートありがとう。頑張る。あと一駅、あと一駅、あと一駅、あと一駅。これ以上可愛くなって気絶して配信見れない？またまた。こんばんは、ゆなにゃん、こんばんは。なんかゆなくんこんなにもショールーム毎日やってるんだから、なんか配信ブース作りたいなってずっと思ってるねんけど、この配信スペース可愛くしたいなみたいな。
と考える。その前にピオバブ見つけないと。ちょっとピオバブ入ってるかなと思ってたさ、物入れ探したんだけど入ってなかった。ピオバッグどこ行ったの。ほんまやシナモンくんの存在忘れてた。あこにいてるシナモンくん。美咲の配信なんかすごいよな、あの幼稚園みたいな感じ。季節で背景季節で変わるの。お姉ちゃん元気。そうあっちこっち連れ歩いてたからさ、ピューバブ君もしかして実家かもしれないし。ちょっとレイ君も言ってるよ。コナさんとお話できてます。なんか心配してくれるのゆなくんの保護者みたい。ちゅっ大人っぽくなった。本当に嬉しい。あっちこっちそっちとあっちそっちどっちどっちいいと思う。あっちこっちそっち嫌なあの感謝の気持ちを書いてから後でラブレター返信読む読む読む。落ちして今来た。お疲れ様。何々とかに入ったりしてピュアバブどこ。でも顔まだ幼な間違いない。お風呂お風呂場これつけて授業受けてないよ。受けてないよ。さすがのね、ひなくんもね、わきまえますよ。ひがしくん、ハートありがとう、たくさん。バックね。半年前から見返して懐かしくて泣けてきた。なんかけど、懐かしいよね。ほんとピュアブ師匠の劇場デビュー感動した。それなぁ、カバンちょっと探しときます。そう今日半年記念だからティアラつきたかったんだけど本当はなかったから、ゆにゃにゃんで行こうかなと思って。そうそう授業の時はうさ耳ってつけてないよ。ゆなの声聞いて寝てしまいそう。なんかゆなも自分の声聞いて寝てしまいそうになってきた。はじめましてゆなの笑顔好きなんです。ありがとうございます。ニコトモタンダルモシャありがとう。ハッピーバースデーティアラ誕生日じゃないからな。食べてピオバブ師匠劇場で見れておく。やめてやめて。ピオバブ師匠ピオバブ師匠どこ行ったの。
の乗りツッコミ好き。やった。トモタンハートありがとう。半年おめでとう、ありがとう。スマホ充電できなくて泣いてるゆうちゃん、ハートありがとう。なんかゆうちゃんらしない。ハート3連打ありがとうね。昨日ピュー勝手でピューブブ刺繍ついてみました。見ました見ました。助けてあげて、はい、早く救出できるように。眠たくなってきた。わんにゃー、あなたはたくさんありがとう。やっぱいつも可愛いね、好きで当たり前なんだけど。やったー、全然可愛いないよ。いやなごめん、こんばんは。半年記念日遅刻も全然時間言えてなかったのでごめんね。仕事中に半年前といつも楽しい自慢の締めありがとう。ただ半年じゃなくてショールーム解禁された日から半年連続だけど余計にすごい。やったね、カスさん、ファイトありがとう。ファントムくん、ハートありがとう。よしみちちゃん、タコさんありがとう。虫のバラで聞きける。そろそろカラオケ配信もしないとですね。くびするか、かわいい、ほんまに。ちゃんと隠す。できへんようになっちゃったの？全然出遅れて大丈夫だよ。半年おめでとう、ありがとう。ひなくん、ショールーム見るのが今の勢い？本当に？嬉し泣き。もうなんかどんなにしんどい日でもいつでもやっちゃいたくなりそうね。言われちゃった。ひなん大好き、ありがとう。期待してるか楽しみにしてる。はい。なんなん今日も猫目も可愛い。やった。猫、猫。猫猫猫子、猫猫猫猫猫子、ピオラ。仕事終わりなのはショールマセコ、お疲れ様、にゃんにゃん。本当にいつもありがとうね、こちらこそ。ゆうちゃん、ハートありがとう。今日はネタがなかった感じ。昨日から信号用語と続きあったがいなくなるかも。お疲れ様、しんどかったの。ゆなお姉ちゃん、今日も可愛いですけどありがとう。これからいなの配信を見に行きます。はい、早くお話がしたいな。やさでるピオラザティアシキピイシュキピシュキシュキシュキピシュキピシュキシュキシュキピ。
木曜日はね、ママに会えるんです。嬉しい。ママ、ママ、ママ。6月のサインが当たってほしい。ブレピーナッツ。そうです、ママが来るのです。2月から音楽的に応援始めたから、みんなみたいに比べてまだまだだけど、花粉は気持ちやすい。知ってる、いつもありがとう。嬉しい、本当に。このまま卒業するまで連続配信が続いたら皆勤賞、皆勤賞もらえるかな。頑張ろう、本当に。ちょっとワイヤレス充電器買いにドンキ行ってきます。見てらっしゃい。だから明日はちょっともっとさ、あのキレク片付けしないと。そう、ひなたの名言、みんな子さん。話しかちょこちょこしか取れてないけど楽しみで、ありがとう。だって新しくそういうのを好きになった人とかもいてるかもしれないけど、そういう方もこうやってわざわざさ、ショールームってさ、で見てくれてさ、見てくれてるだけでもう子さんだよ。もう頑張って調べて、ショールームまでたどり着いてくれて、コメントしてくれてってことはお子さんです。今日昼配信してた、授業で来れなかった、しとった。1時間だけだよ。髪だけツヤツヤ綺麗だね、ありがとう。いつも褒めてくれて、いいな。ないです、会ったこと。いや、なんと出会いに感謝、ありがとうございます。ピオラさん、皆さんね、もう心が穏やかで優しくて、だから全然みんな仲良くなれると思う。このメンバーにはあまりコメントしたことがないんです。ひなくん話しやすいから嬉しい。全然そういうの大好き。ひなくんだけっての大好き。大好物、パクパク、バイオパクパク。パク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 ク。これからみんなでよろしくです。よろしく。うん、推しが去年の春に卒業してなかったり、何をしてたかわからないので、運命だった、運命だね、もうそれは。嬉しいな。運命、運命、運命、運命。あなたと出会ったのは運命。私の姉ちゃん、姉ちゃんだけだって可愛いね、今日も。今晩頭に何か乗ってる、そうだよ。早くパクパクたい。ゆなぴ楽しになりますよ、本当に。リアリーですか。
じゃああれだね、ユナタン推しだね。ユナタン推しで、みんなユナタン推しになろう。ユナくんのニックネームユナタンなので、ユナタン推したらユナタン推しだよ。イシシナナシシリアリーデーをやった。みなつ推し君と出会って僕は変わった。のなぎささんもめっちゃ可愛い。なぎささん、なぎささん、ねなの頭の上には夢と希望が乗ってます。夢、夢ちゃん、希望ちゃん、やったこんばんは。早くユナタン推しの道のり長い、こんばんは。こんばんは。バイネにしようと思ってるの？ユナタン推しじゃん。改めてナナキさん、ユナタン推しやった。もうたくさん積みます。惨敗しちゃダメだよ。惨敗惨敗、自分もユナタン推し。うん、もうあれだよ、ナナラブレター撮ってくれてるだけでもうユナタン推しだからね今バイト終わって遅くなってお疲れ様。耳かじってダメ、夢と希望だもん。散財、漢字が弱ってよく中国語選択しようと思ってたあんたちゃんめでた、ありがとう。東くんハートありがとう。ラブレター受け取るのに勇気がない、どういうことよ東くんハートありがとう。ずっとさ、今までさ、ダメ今はダメね、ねえらしくて、ふわに聞いたらずっとユナと誰やったっけな、ユナとじっちゃんか、ユナとじっちゃんはええと思ってて、それは最近知ったっていう。東くんたくさんありがとう、かわいいありがとう、半年記念おめでとうございます、ありがとうございます。最近返信してるのバレバレてるよそりゃそりゃみんなの返信ちゃんと届きますものね。東くんアイスクリームありがとう。足に接着剤つけて配信来てくれてんの、ゆなお姉ちゃん貯金して必要、ゆなお姉ちゃんと話しできるように頑張って、グッズもたくさん買って、かわいすぎでしょ、ありがとう。待ってるね、その日まで。お話ししようね、いつか。ゆってぃハートありがとう。ハントシャメントーさんありがとう。中国語を選ぶとこは英語か出身だけある文法に似てるから。確かに。確かに似てる、確かに、確かに似てる、言われてみれば似てますね。本当に皆さん頑張って返信してくださいみんなピオラの返信率あるある、土日になると急に多くなる。こんばんは、
平日は少なくて寂しいの仕事でちょっとだけ中学勉強してたけど頭変えた？それまではお姉ちゃん覚えてもらえるショールーム、もう覚えてるよ。ブログのコメントしなきゃって。今日面接じゃない。はい、けど忙しいよね。なんかショールームもするしさ、みんな忙しいよね。そんな心配ではね。英語でさえわからないフランス語取ろうとしてんの？自分の日記代わりありがとう。豆豆取ります。え、本当に？やった。一日遅れぐらい練習します。ありがとう。かわいいな。うん、照れてる。練習しても時差があるからたまたま練習が多いだけ。なるほどね。いや、めっちゃ嬉しいよ、長文の返信だって。SNS 解禁してほしいよ。仕事は忙しいくらいが楽しい。ラブレターちゃんと返信してください。おかえりなさい。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ワイニャは中国内で真面目な話だ。ニャちゃん、土日関係なくラブレター送ってくれてるんだから、編集も毎回してるの当たり前。いやいや、全然その全然重み全然楽しい程度で返信は負担にならない程度で待ってます。皆さんの今日も変わらぬあくび。え、なんかあくびした？ラブレター送ろうか。送ってラブレターでもいなく褒めまくることしかできへん。嬉しいよ、いつもありがとう。言っていたこさん、ありがとう。ラブレター今日返信いたしました。ありがとうございます。プーぷぷぷーぷぷ。嬉しいナッパ、嬉しいナッパ、嬉しいナッパ、嬉しいナッパ。てんてんさん、再始動されたんですか？ハートありがとう。言葉の重さがユナの負担になってないか気に、全然負担になってないんです。逆にあー、めっちゃユナのこと考えてくださってるなと感謝してますよ。そういうご意見も。SNS ね、リスクね。リスクはけどいっぱい勉強してます。こんばんは。リスクマネージメント勉強中です。大学の授業の中でクッククック。病活反抗期を卒業して素直になってしまった。お、病活反抗期卒業おめでとう。
まあ毎日返してます。運転ちゃんと集中してください。何リスクヘッジってまだそこまで習ってない。5月29日の配信楽しみ、あれかな、ピオラジかな。はい、そろそろカキカキしようかな。ゆうなてん、アバター買いますか。ゆうなてん、どうする、アバター買いちゃいまちか。モーメル取ってきた、行動力すごいな。ありがとう。あれピンちゃん、ちょっと待って、自分はいつもなちゃんのこと考えてる、朝起きてもまめブログのチェックから1日が始まる。やばいやばい、ブログ書かないと、書かなきゃ。ゆうなてんどうしますか、アバター変えちゃう、これでいいか、これでいいのかな。りなちゃん、ほじさんありがとう。久しぶり、おひさん、ナナ半年めいた、ありがとう。ポケットじゃない、今さらポテト。やばい、比較されちゃう。比較されちゃう。画力の、難しい、シナモロール、ちょっと今日ガチで集中して書かないと、シナモロールマジで難しい、人間の絵みたいな感じ、なんか難しいね。ピオラで BGM してほしい。
リクエストください。歌ってくれるの優しい。優しすぎて、優しすぎて、びっくり仰天。優しすぎて、びっくりしました。どう優しいね。そばにいるとわかる。わあ、めっちゃ歌ってくれてる。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。雲の上かぶように。ふわふわと。君のカップリングウィズ歌いたい。ちょっと待ってね。待って、クマ食べるソングあって血割るねんけど。ゆななんがすごいな、毎回の配信時間が長い上で話し続けてるとこだねって。ゆっていいかわいい、ありがとう。なるほど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 。あ、ちょっとミスった、間違えちゃった。
今日まあ今日はさ、今日はさ半年ということでちょっと長くなっても許してね。まだまだなんだけど、やばい。ちょっと待ってね。ごめんね。急いでる方。急いでるそこの君、ごめんなさい。わあ、ごめんね、みんな。めっちゃさ歌ってくれてる。ごめんね。汗です。汗。申し訳ない。ちょっと早く書くわ。なるほど。あれ。
もうすぐです、もうすぐです。お待たせ、お待たせしました。できました。できたよ、できたろ、できたろ。お待たせしました、みんな、お待たせ。じゃあランキング読むね。13位、ちゃんさん、ありがとうございます。誰だろう、ちゃんさん、ありがとう。12位は、これからもずっとゆなたん推し、おわ、言っちゃってゆちゃんたん推しって、ありがとう。ちちりなちゃん、たくさんコメントありがとう、いつもたくさん支えられてる、ありがとう。次のびょんちゃん、びょんちゃんありがとう、いつもびょんちゃんも本当に、なんかショールーム行ったらもう毎回コメントたくさんしてくれるし、本当にありがとう。キワセイラくん、いつも来てくれてる気がする、セイラくんありがとう、いつも盛り上げてくれてありがとう。8位は東太郎、東太郎もいつもありがとう、お仕事も遅くまでお疲れ様。7位はコロワニ、ワイタン、ワイタンありがとう。なんでワイ、あ、セブンか、そういうことか。やっと理解した、ありがとう。ワイタン、ワイタンいつもありがとう、長文も嬉しいよ。6位はトモタン、トモタン、ユナタンとタンタン同士だん、ありがとう、嬉しい、トモタンありがとう。5位はコロワン、コロワンおめでとう、恋コロワン、ありがとう。コロワンもいつもありがとう、ワンワン、コロニアじゃないんだ今日。4位はカフェオーレくん、お待たせね、アイスコーヒー中毒なユナ中毒になってください、ありがとうございます。カフェオーレくんありがとう。3位はうずしおポテちゃん、ありがとう。女の子だったんだね、アバターでした、ずっと勘違いしてた、ありがとう。うつしおポテちゃん、やったー。3位ありがとう、最近めっちゃ来てくれてるらしい、ありがとう。2位はファントムくん、ありがとう、嬉しい。2位、もうあのひよこまで来てくれてた、もうニナのこと大好きやねんな、ありがとう。ファントムくん嬉しいな。そしてはい、ある1位、うまいんかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと急いで書いたからごめんね、クオリティはちょっと
わかんないんですけど。いやけどここまで待たせてわかんないってなんやねんって感じですよね。まあそれなりにクオリティは上げてきたつもりなんですけど。見ちゃいますか皆さん。見ちゃいますか。でだん。ゆうなてん。ありがとう。文字見える？ありがとう、いちタワーまでありがとう。ちょっと待って、光りすぎてる。どう？ゆなゆなコンビ最強って書いといた。待って、顔映ってること忘れてた。光ってる？こっちの方がいいか。絵だけ。宿主タイム最後やります。いけたかな。いけた。上がったクオリティ。そしてね、最後にメッセージも皆さんに向けて。半年間本当にありがとうございました。そう、花火をお花にした。よく気づいてくださいましたね、FFF さん。よろしくお願いします。ありがとう。最後に宿舎タイム。今日のブログで発表しちゃおうかな。ピオラジのゲスト。では皆さん、明日も普通に昼夜やりたいと思います。はい、ブログチェックお願いします。最後にピオブさんの一言。そろそろペン、あ、ペーパーさんそろそろピオブさん、僕がもう本格操作しに行ってきますということで、ペンブさんにも協力してもらってピオブさんガチで探したいと思いますありがとう。撮ったこの顔みんなこの顔撮りましたか。バイバイ、ありがとうございました。本当に皆さんありがとう。ブログ読んでね。
バイバーイ、おやすみなさい。ありがとう、ちょっとユナが帰ってる間もずっとコメントとかで BGM とか書いてくれて、本当にお待たせしました皆さん、本当にありがとうございました。バイバーイ、大好き、また明日も待ってます。